にちは。今日は茨城県の常陸太田市からお届けしています。いつもながらですね、楠木正成の孫にあたる楠木正和のゆかりの地をね、訪ねて、この場所まで来ました。本日は常陸太田にある高山寺というお寺を目指しています。今右手に見えているのが瑞龍山という山で、この瑞龍山に実は水戸徳川家の墓所が実はあるんですね。で、この瑞龍山の東の麓に水戸徳川家の墓があり、瑞龍山の西の麓に高山寺があって、楠木正和のゆかりのお寺があるということで、これはおそらく偶然ではなく、おそらく必然としてここに水戸徳川家が墓をね置いたってことが、まあそういう地形からもわかるわけでございます。本日も遠いところお連れいただきまして、南光研究会三社会の森谷さん、いつもありがとうございます。森です。はい、お世話になってます。今回は、常陸太田行ってから、今度またね新潟、それから山形の方でお連れいただくということに、なっておりますので、本当にねお世話になっております。ありがとうございます。の季節して水戸徳川家と楠木正和との その深い関わりっていうのをね、今回知り得そうな感じになってきております。瑞龍山がもうすぐ目の前に見えている、という、状況ですね。当然ですけど、水戸徳川家といえば、水戸学で有名な、藩ですね。南光精神をもとにして、樹立された学問で、この水戸学が元になって、吉田松陰先生生み出されていっていたりします。藤田東子先生なんかは有名ですね。あの学者さんっていうのは水戸学の、学者さんとして知られていて、その彼のその学問の成果によって吉田松陰先生が生み出され、そして、幕府の維新、幕末の、機運が高まっていき、そして王政復興につながっていったっていうね、その基盤になった地と言えるような場所であったりもいたします。ではこれ、このまま引き続き高山寺目指して行ってまいります。高山寺の前にですね、その直前にある水戸徳川家の墓所をに立ち寄ってから行こうと思ってます。こっち側ですね、今なんかビニールハウスみたいなのがありますけど、あ、見えてきた、ここだ。はい、こちらが水戸徳川家の墓所になっているということですね。はい、意外と知られてないですけど、はい、こんなところでございます。このまっすぐ向かったところが高山寺なんですね。で、一番目前にあるのが水戸光圀公のお墓で、そこから対面の高山寺に一番近いところに水戸斉昭の墓があります。そういう立地になってますね。どちらも水戸学の、要人です。はい、というわけで、一番目前手前にあるお墓っていうのは水戸光圀公で、このずっと山をこの瑞龍山の向こう側、対面高山寺の一番近いところにあるよっていうのが水戸斉昭さんのお墓っていう感じですね。はい、お天気が恵まれてラッキーでした。水戸斉昭さんという方も熱い南光崇敬者として知られていますし、当然ながら水戸光圀公といえば湊川の墓碑に中心南氏の墓というね、大きな今の墓碑を建ててくださった方が水戸光圀公であって、で水戸学はその中心南氏の墓の墓碑を建立するところから水戸学が始まっており、その水戸学の学者が藤田東子先生で、その藤田東子を庇護された方が、水戸斉昭さん、徳川斉昭さんということで、水戸光圀さん、水戸斉昭さんが草木の墓所で眠っておられて、そのすぐ対面に高山寺楠木正和公のお寺があるということで、もう全て連綿と
徳川家のお墓ですからね。そこからもう本当に目と鼻の先な感じです。昔ながらの参道という感じで、なんか月に1回が前回も押されていて、随時入会可能ということなので、ご近隣の方はぜひお越しになられてはいかがでしょうか。水戸学のルーツと言える場所なのではないでしょうかという感じですね。当然水戸光圀公は自分の領地のすぐ近くに正勝公のお寺があることも知っておられたんだと思うし、その方のご先祖で偉大な楠木正成さんという方が神戸の湊川の地で眠っていると知られてですね、はい、見えてきました。立派な標識が立っています。はい、ここからお寺の寺領になります。はい、菊水門です。なんか水戸光圀公がなぜ水戸学というか、その南高墓碑を建立されようとしたのかっていうことの、まあ、きっかけみたいなのもなんかすごく感じることができました。このお寺は菊水門っていうことは、まあ、当然当時から知っておられたんだろうし、そういう意味で楠木正成というか、その楠木一族のことは当然知っておられたんだろうし、そういうね立派な方のお墓をね、ぜひ建立したいっていうふうに思われたと思っても不思議じゃないですよね。いや、こんな近くだったとは。私水戸は何度か来たことがあるんですけど、墓所は初めてだったんで、今回お参りできてよかったです。大家さんありがとうございます。水戸学を知るためにはここは重要な地だと思いますよ。はい、本堂です。はい、曹洞宗高山寺、ここにも菊水門ですね。こんな関西から遠く離れた地で菊水門を見るとは思ってもいなかったので、すごく嬉しいです。立派なお寺です。新潟県の興雲寺というお寺を開いたっていうのは前回の動画でもお伝えした通りなんですけど、興雲寺を開いた後、こちらの高山寺にも来られて、このお寺を開基されたということだそうです。いずれも曹洞宗です。じゃあお参りしてもいいんですね、きっとね、はい、周りはこんな雰囲気ですね。すごく綺麗な境内です。じゃあちょっとお参りしてまいります。今参拝を終えて戻ってきているところです。ちょうど午前中にご住職様が法事を終えられて、今帰ってこられてゆっくりされているところだったということで、ご住職様にお会いできて詳しくお話を聞くことができました。この後ろにそびえているのが瑞龍山という水戸徳川家のお墓墓所、一族がね墓所になっているところなんですけど、もともとこの辺は水戸徳川家が来られる前は佐竹っていうね、戦国武将がこの辺りの領主だったんですけど、佐竹さんはこちらはね、高山寺さんの楠木正勝公のこのお寺を庇護されていて、でその時に菊水門をね使いなさいということでね、使っていいよというか、その領主だから本当やったら佐竹さんが偉そうな感じなんだけど、でも楠木一族の方が価格として上なので菊水門を使ってくださいということで、その使用を許されて、ずっと菊水門が継がれてきたらしいんですよ、高山寺に。でその後佐竹さんがいなくなって、で水戸徳川家がここに入られましたでしょ。で入ってからこちらの方に、水戸徳川家の方々が来られた時、ちょうどこの高山寺お参
所があるから、ここを墓所にしようということで、高山寺、この辺りまで、ね、高山寺の境内地だったらしいんですよ、この水流山も含めて。で、この場所だと正勝公の遺構、御遺構が、ある場所なので、ここを墓所としようということで、一族の墓所に決められたという話まで、結構突っ込んだ話まで聞くことができました。つまり私の最初の推測通りなんですけど、水戸学の、まあ、つまりここは発祥の地でもあるということですよね、なんていう話をご住職様とも知っていました。ご住職さんもその通りですということでね、そのように、お言葉をいただきましたので、すごく自分としては大きな今感動をしているところです。水戸学なくして南高精神が再びあんだけ、ね、クローズアップされることっていうのはおそらくなかったであろうし、吉田松陰先生もおそらくこのように送り出されることはなかった。藤田東子先生しかりですね。そしてあの王政復古というのがあのタイミングで起こることもなかったということで、いかにこの高山寺という場所が重要であったかっていうことがね、今回知ることができました。この高山寺のここはね、まだ松寺らしいんですよ。で、本山は今度またもう一回参拝しようと思っている新潟県村上市の幸雲寺さんが本山になります。ここが一番、第1号でね、正勝公が地方を行脚されて一番最初に、建てられた、開かれたお寺が、新潟県村上市の幸雲寺さんになります。でこちらの方が5番目らしいです。5番目に建てられたってことで、まあ、松寺になるらしいんですけど、本山が、ね、いかにすごい存在かってことが、まあ、そのことからも分かるよという感じで、今ねこの横が、水戸徳川家の保護所がある水流山です、はい、という歴史ですね。いやいや本当に歴史っていうのはね、こうやってずっと繋がってるなってことが分かりますね。先ほども御本堂の奥で特別に入れていただいて、で、ご先祖代々のご位牌をね、見させていただきました。でその中には、正勝公のご位牌もちゃんと残ってました、はい、お写真はね控えましたけど、はい、で、ご本堂の中にはね菊水門もちゃんと掲げられておりました、はい、というわけで、すごくね大きな、歴史の大きなね流れを感じることができて、非常に瞬間でございました。というわけで、祈り実りのある、今回ね、取材調査と、なんとということをご報告させていただきます。今回も皆さん本当にありがとうございました。はい、水戸学の、発祥の地をこうしてね共に見ることができましたね。はい、良かったです。はい、感動でした。はい、というわけで、また、次回も、クスノキ一族のゆかりの地を訪ねていきたいと思っています。このチャンネルでは楠木正成の実績検証をはじめ、さまざまな歴史の真実、それから神社神道などなどを配信しているチャンネルです。よろしければチャンネル登録などよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。